アントワーヌ・セザール・ベクレルは、フランスの科学者、電気化学、発光現象の研究のパイオニアである、アレクサンドル・エドモン・ベクレルの父、アンリ・ベクレルの祖父である、オルレアネのシャティ・オン・シュル・ロアンに生まれた。エコール・ポリテクニークを出た後、1808年に、フランスとスペイン間の半島戦争で、公平将校を務めた。1814年、軍を退役して、 科学研究の世界に入った。初期の研究は鉱物学であったが、後に電気の分野、特に電気科学に貢献した。1819年、圧電現象を発見した。1825年、電気抵抗の正確な計測のために、作動電流計を発明した。1829年、ダニエル電池の発明を受けて、低電流の電池を発明した。 同年、息子のアレクサンドル・ベクレルと共に、導電性液体に浸摯した電極に、光電的な効果を発見した。硫黄の生成、生化学の分野、気象の研究も行った。著書になどがある。1837年に、ロンドン王立協会の外国人会員に選出され、同年コプリメダルを受賞した。また、1937年から没年まで、 国立自然史博物館で物理学の教授を務めたエッフェル塔に名前を刻まれた72人のフランスの科学者の一人である。ありがとうございます。